こんにちは、あずです。今日は、クエスチョンのコーナーにしたいと思います。で、ちょっと前にインスタとかビデオの中で質問を応募してて、今日はそのうちの何個かだけについてお答えしようと思います。っていうのも、1個の質問が結構答えが長くなりそうなのがあるので、はい、そんな感じで何個かに今日お答えしようと思います。1つ目、どうやったらこんなにうまく英語を喋れるようになりますか。またいつぐらいから英語を始めましたか。あいうえおさん、質問ありがとうございます。で、前一回私がどうやって英語を喋れるようになったかっていうビデオを作ったので、こっちにリンクを貼ってるので、この i っていうところをクリックしてもらうとそのビデオに飛べるので、そこからご覧ください。そこでどうやって私が英語を喋れるようになったか、まあ完璧じゃないんだけど全然、を説明してます。基本的には英語圏に留学したのは1年間だけ、アメリカに大学の時に交換留学したので、それ以外の時に自分で洋楽聞いたりとか、外国人の友達と日本にいる時に喋ったりとか、あと母親が英会話教室をやってるので、そこに高校の時通ったりとかして、できるだけ英語をこう使う機会とか聞く機会を自分で持つようにしてっていう感じで大体身につけました。でも全然まだ学ぶことがいっぱいあるんですけど、大体そんな感じで、もっと具体的に知りたい場合はさっきのリンク貼ったビデオをぜひご覧ください。そして次、お肌綺麗、自分はどうしても顎だけプチッとできるし、ファンデが塗れないから羨ましい。日頃のスキンケアとか食生活どうしてるんですか。ありがとうございます。肌が綺麗とか全然そんなことなくて、私もすごい肌荒れとかするし、まあメイクのビデオとかご覧いただいてる方だったらわかると思うんですけど、全然肌いつも綺麗なわけじゃないです。何かしてるかな。スキンケアは今度またスキンケアだけのビデオを作ろうと思ってるんですけど、基本的に1日の終わり、夜にクレンジングをして洗顔して、で、その後に化粧水つけて、まあ普通ですね。普通のことやってる。化粧水つけて、クリームまたは、乳液またはジェルみたいなのをつけて、基本的にそれだけかな。特にブランドとかにこだわりがなくって、すごいスキンケアに詳しいわけじゃないので、基本的にそれだけをやってて。で、今こっちカナダにいるから、いろんなブランドを試してみてて、で、まだ全然、これお気に入りっていうブランドとか商品に出会ってないんだけど、日本にいた時は無印のスキンケア用品を愛用してました。で、今まだ日本から持ってきたやつが残ってて、ジェル？化粧水の後につけるジェルみたいなやつを今まだ使ってるんだけど、もうすぐなくなるから悲しいです。どうしよう。そう。なので日本のやったら無印が好きかな。また今度スキンケアのビデオを作ります。で、食生活は、一回ビデオ作ったんですけど、ここにリンク載せますけど、グルテンフリーの食生活をしてます。なので、グルテンが私、ダメなので、食べたらちょっとお腹とか自分にいい影響を及ぼさないので、できるだけ食べないようにしてて、グルテンを控えるとそのお菓子、クッキーとかケーキとかパンとか菓子パンとか、そういうの全般食べれなくなるから、それによってだいぶ結構悪いものを食べるのを抑えられてるのかなと思います。でもそれ以外、砂糖とか油分とかは特に全然制限してないから、すごい生理中チョコ食べたいとかなったら食べまくってるし、そんですごいね、ニキビとかもね、全然普通にできてるしね。私の場合はここら辺と、この耳の前のこの顎のラインにすごいニキビとか出やすいです。だから、でもね、そんなにね、気にしてもないから、うわ、最近肌荒れやばいな、ちょっとチョコ控えようぐらいの、そういう感じでやってます。はい、そんな感じです。そしてもう一個、次の質問が今日結構ちょっと長くなりそうだなって思ったんですけど、あずささんの生活に憧れを感じました。ありがとうございます。ハッピーな雰囲気が素敵です。外国人は日本人のように告白をしたりする概念があまりないと聞きました。私は海外で生活していきたいと思ってます。見極め方や気をつけることってあったりしますか。外国人の方と付き合うときにどういう感じで、どういう心構えで付き合ったらいいかってことですよね。ありがとうございます、質問、みきちゃん。そう、簡単に言うと外国人は告白をしないです。多分好きです、付き合ってくださいとかっていうの日本人ぐらいな気がする。本当に韓国人とかはよくわかんないな、それかもね、わかんない。日本人みたいに付き合ってくださいっていう国民ってほとんど他の国にいないと思うので、そうだね、見極め方、難しいな。私の経験談を踏まえて話すと、ラテン系の人とアメリカ人とあと日本人。ラテン系の人は国はバラバラなんだけど、とりあえずラテン系でくくっておきます。そのうちのどれの人もすごい自然な成り行きでなるんだよね。だからだんだん友達として、初めに出会って
あ、こんにちは、あずさですみたいになってこう出会って、まあ、ちょっと仲良くなるやん、話したりして、まあ、友達みたいになって、そんで向こうが、まあ、気があったら遊びに行かないとか言ってきて、言ってくるよね。で、こっちも、まあ、その気がまあまああったら、あ、遊ぼうとか言ってそれに乗って遊びに行ったりして、まあ、デートみたいになって、で、これね、外国人って言ってもその国によってまた違うと思うんだけど、多分アメリカ、カナダとかその英語圏は、アメリカは私が思うに結構そのデートしてる時は相手のことをね、まだ彼女とかって呼ばないの、デートって呼んでて、そんでアメリカ人は特に、男性は特にその本当にこの子を彼女にする、この子にコミットするって決めるのに結構時間をかけるっていうか、こうじっくり見る方だと思う。なんか日本と何が違うかっていうと、日本はもう全く付き合ってない状態、なんかただの友達状態とか、友達にもなってない状態で自分が好きと思ったら突然手紙とか渡したりとか、突然付き合ってくださいとか言うやん。それは外国人はしなくって、ほぼ。ごめんね。いえいえ。ほらにゃん。ほらにゃん。そして、なんだっけ、オベーケスバブランド。そして、ごめんなさいね。そうなの、まだいいや。でも外国人の場合はちょっとその時間をちゃんと取って、あの見極めて、よしこの子にコミットしようって思ってから何か口に出して言うと思う。彼女になってくれないとか、うん、彼女になってくれないとか言うと思う。アメリカ人の場合は結構慎重だと思う。彼女になるっていう、そのオフィシャルにするっていう段階になるまで結構慎重だと思う。で、ラテン系の方は結構そこは慎重ではない。なんかもう、うわぁ好きってこうなんか燃え上がったら、そのまま一気にわーって言っちゃって、もうなんか口約束はしてないけど、もう付き合ってる状態みたいな状態に結構すぐなりやすいと思う。で、あのね、私的にはそのラテン系の人、スペイン、イタリア、あとこの中南米、南米の方がアメリカ人とかより、なんだろう、トリッキーじゃないっていうか、すごいわかりやすいと思う。向こうがね、私のことを例えば好きって思ったら、もうあからさまにすごい好きってわかるし、わかりやすいし。なんだろう、国民性っていうか、その性格的に情熱的だから、やっぱなんかうわー好きーってこう来るから、その流れに乗っかって付き合って、でその付き合った状態になって何も口約束ないままで、一定期間過ごしてお互いにフィーリングが良かったり、まあ楽しいなーってなったり、あ、この人やっぱり気が合うなってなったら晴れて、まあ向こうが彼女になってくれないって言うかもしれないし、場合によってはそれ言わなくてももう向こうは彼女って思ってるかもしれない。うん、そんな感じで、カナダはね結構中間かな。なんかアメリカ人ほどすごい慎重こんな感じでもないし、ラテン系ほどバーって感じでもないから、でも本当に人によると思うんだけどね。なんかラテン系のカナダ人とかもいっぱいいると思うし、アジア系のカナダ人とかもいるし、だから全然本当に人によって違うんだけど、でもそう、やっぱり日本人と一番違うのは、結構ね、彼らの中ではっきり決めてるんだよね。もう決まってるんだよね。この子はまだわからない。この子はコミットできない。この子にはコミットしたいっていうのが、彼らの中ではっきり決まってるから、初めから、うわ、好きになっていい感じで、なんかエッチもしちゃって、もう付き合ってるみたいな感じで、身をこう、委ねない方がいい。浮かれすぎない方がいい。こう、冷静になって、今、彼はどうなんだろうとか、本当にわからなかったら別に口で聞いてもいいと思うし、直接聞いてみて、そうね。でも聞きたくない時もあるよね。でも本当に気になって、わからなくてどうしようもなかったら口に出して聞いてもいいと思う。気をつけること。気をつけることはその溺れすぎないこと、初めから。日本人の女の子って結構純粋だし、人を疑うことに慣れてないから、っていうのも日本人ってすごいみんな、一般的に人がいいから、いい人がすごい多いじゃん。なんか、そんな簡単に裏切ったりとか、エッチ、付き合う前にエッチして、なんでこう覚えたの付き合う前にエッチして、そんでその後さ、自然にあ、エッチしたから私たち付き合うのかなとか、そういう流れになるのが多分日本人の中では、まあ標準的な人の場合それは結構普通と思うのね。よくあり得る。でも外国ではそれはない。もう普通に男の人とか堂々とやり捨てみたいなするから、そこを頭に留めておいた方がいい。で、そうね、これすごい私の個人的なあれなんだけど、私がもしそのある外国人の人といい感じになってて付き合おうか、なんかどうなのかみたいな微妙な関係にあるとしたら、私だったら初めから全部バーってこう渡さない。もしその真面目なお付き合いをしたい場合ね、別にその遊びたいだけだったら別にどうでもなっていいと思うけど、真面目にお付き合いしたい、で向こうから真剣に彼女としてコミットされたいというか、
真剣に扱われたいんだったら、初めから全部許さないこと、もうキスもなんかエッチもなんかみたいな、その求められるがままに全部その場で渡さないこと、そしたら絶対向こう舐めてくるし、このジャパニーズちょろいぜみたいになるから、絶対いくら好きで嬉しくてもそこで我慢っていうか断る強さを持つこと、それはすごい大事と思います。いくら好きでもね。ほんでそれでもその何回か、まあ自分が納得いくまででいいけど、いやーまだうーんみたいな感じで、うーんみたいな感じでこうはぐらしてその場でやっちゃわないすぐで、それで向こうが興味を失うんだったらもうそれまでと思う。なんか向こうはただパッてお手軽にやれる人を探してたんだろうなっていうことじゃないかなと思います。本当にあなたのことが好きだったら 2,3 回断られたぐらいじゃ引かないから、もうちょっと頑張って押してくるでしょ向こうは。だから真面目にあなたのことを思ってくれる男性、外国人男性を探したいんだったら、何回か断ってみて、本当に相手が自分にコミットしたいと思ってるのかどうかを見た方がいいと思います。うん、多分そんなもんかな。なんか質問あったらまた聞いてくださいじゃあもう結構喋ったので今日はこれぐらいにして、また次のビデオでお会いしましょう。アズでした。じゃあねー。